自宅を簡単にパワースポット化する方法5つ。もしあなたの自宅が簡単にパワースポットになるとしたら最高ですよね。今回は自宅を簡単にパワースポット化する方法を5つ紹介いたします。1つ目は、玄関を常に明るくし、たたきは毎日掃除する。玄関は運の入り口と言われておりますので、常に明るく清潔に保つことで良い運気が入ってきます。たたきは週に1回は水拭きをすると、さらに運気がアップします。2つ目は、家の窓を開けて換気をする。朝起きて5分でもいいので窓を開けて換気をすることで良いエネルギーが循環するようになってきます。3つ目は、排水口の掃除をするということ。排水口は水の出入り口で、運気と強い結びつきのある場所です。排水口をきれいにすることで対人運、ビューティー運がアップします。4つ目は、家に生きた植物を飾るということ。生花や観葉植物を家に飾ることで、良いエネルギーを植物から受けることもできますし、家にある悪いエネルギーを植物が吸収してくれるというメリットがあります。5つ目は、玄関に出す靴の数は家族の人数分までにとどめる。玄関がごちゃごちゃしていると運気が停滞してしまいます。どうしても出しておかなければいけないという場合は、家族の人数分までにとどめるようにしておいてください。これらの他にも、家をきれいに片付けて掃除をするというのは大前提になっておりますので、その点は踏まえた上でやってみてくださいね。これを機に自宅をパワースポット化していきましょう。自宅を整え、パワースポット化することで運気アゲアゲでいきましょう。